全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部コタックで好きになるニュースを3分でお届けします。はい、というわけでね、ちょっとテンションわかんないですけど、今回また夏企画なんですけども、少し違った怖さをお届けしていこうかなと思います。ではまず皆さんに一つお聞きしたいんですが、自分が死ぬとき最後は何て言うと思いますか？後悔、感謝、いろいろあると思います、ちなみにうちのブラックコーヒー好きのマネージャーにお伺いしましたところ、無言かなとか生きって言っておりましたんで、石田のおっちゃんかって突っ込んでおきました。あれですよ、カイジの鉄骨あたりの石田のおっちゃんが後ろからシューンと落ちて、あのカイジが、ああ落ちた、無言で落ちた、あんま広がらないですよこれ。はい、ちなみに僕だったら、我が生涯に一遍のってラオカーってね。皆さんの中でこれが言えたらいいなとかいうのがあればね、コメントお願いします。そんなん考えたこともないですけどね。で、本日なんですが、死刑囚が執行寸前に放ったと言われている言葉を紹介していきます。他にも結構似たようなのをやってる方いらっしゃるんで、被らないようにパクリって言われないように頑張ります、それが一番僕怖いですから。もし被っていたらごめん。それではご紹介していきます。1人目、ショーン・パトリック・フラナガン。こちら自身が同性愛者であることに嫌悪感を抱き、同性愛者の男性2名を殺害、死刑判決を下された男です。そして1998年に死刑が執行されますが、その際彼は執行人の男性に対し微笑みながらこう言いました。I love you。 怖っ。言われた方だいぶトラウマですよね。最後はそういった嫌悪感を克服したような言葉だったということで、怖いですね。2人目、カール・パンズラム。はい、こちらアメリカの連続大量殺人鬼です。あまりにも多くの人間を殺したすぎて、戦争を引き起こそうとイギリス軍艦爆破計画を企てたことでも有名ですね。スケールが違いますね。そんな彼が最後に残した言葉は、執行人に対し、さっさとしろよ田舎者め、お前がもたもたしてるうちに俺なら1ダースは殺せるぞと言ったそうです。うるせえよって感じですよね。白いチョコみたいに嫌がって、彼は快楽殺人などではなく罪の意識などはあったそうです。ただ反社会的であり、最後まで皮肉のような言葉を残したということです。3人目、ジャームズ・フレンチ。はい、彼はヒッチハイクの最中にドライバーを殺害し終身刑を食らいます。しかし彼は死刑を望んでいたため、他の囚人を殺害し死刑へと刑罰を引き上げたサイコパスです。そんな彼は執行時に新聞記者にこう言い放ちます。明日の新聞の見出しにこういうのはどうだい、フレンチフライ。全然面白くない。自分の名前と電気椅子っていうものをかけたんでしょうが、笑う人一人もいないですよね。最後の最後まで罪の意識がなかったことがうかがえます。最後でございます、梅川義明。こちら日本の三菱銀行人質殺人事件を引き起こした人物です、大きな立てこもり事件としても有名ですね。そして彼は死刑を言い渡されるのですが、執行前の最後の食事の際、こんなことを言っております。これが最後の晩餐中やつやな。いや、朝やから晩餐とは言えへんか。だから全然面白くない。別にもう夜に食う飯だから晩餐ってわけではないっすよね。午後の紅茶を午前に飲んだ時みたいな言い分ですね。その場の誰一人も笑えないっすよね、彼のこの余裕の発言から恐れてる様子などは一切なかったということです。はい、というわけで今回は以上でございます、他にもたくさんありますんでね、知ってる方はぜひコメント欄にお書きください。最後にですね、リスナーさんで心理の勉強をやってる人がいまして、その子の心理の先生の名言です。人を殺す心理は人を殺すやつにしかわからない。以上でございます。おやすみ。